ルパンと次元にしては片付いてる方よね。さてと、お金になりそうなものはあるかしら。あたりを見回して気になるものがあったらA ボタンを押せばいいのよね。それが面倒だったら C ボタンでフローティングパレットを使うこともできるわ。あら、私ったら独り言。ちょっと緊張してるのかな。言ってた私たちの成長の記録かな。キャラクターヒストリー、間違いないわ。アフロルパン、どんな風に変わってきたか楽しみね。どうしたんだ次元。こうなるのさ。どうしたんだ次元。またまたお前さんに助けられたってわけか。だがそんなことをやりそうなやつはバツンと当たりがつくぜ。おお、誰だ。舐めやがって。どうして本当に殺さなかったんだ。なあに、殺しゃしねえ。見えっ張りの剣豪坊やにちょいとお灸を据えてやろうってわけさ。そのわけはな、ゴエモン。さっきの場合、ルパンならためらわずわしを殺しておったはず。そこがつまり二人の差というやつよ。違いね、いいこと言うぜお前さん。よしなよ冗談。ブローニンが背中に感じやすいんだ。さすがルパンね。その声は聞き覚えがあるぜ。峰富士子。例によって銭形のとっちゃんだ。次元、計画ナンバー2だ。てやんで、13分も遅れちゃナンバー2はダメ。じゃあ計画ナンバーなしでいっか。あ、暴力はダメ、暴力はダメなんだわ。ここで勝負しなくっちゃね。論理と科学、それに才能でね、ムッシュガリマール。ほんじゃ、ボンニュイ。
私、本当のことが知りたいの。俺は大泥棒の前、大嘘つきだぞ、お前。俺の言うこと真に受けっとな、ひでえ目にあっちゃんだな。こっちはアメリカだぞ。おお、じゃあ中国にでも行きましょうかね。ルパン三世、お見知りおき願いますよ、ドン・マルチーノ。次元、藤子、五右衛門、用意はいいか？直にスタートだ。OK だ。よし、じゃああとはな、昨日打ち合わせた通り実行する。頼むぞ。二人とも、車降りる。ん？ルパンは？一か八かの大爆地。間に合わなけりゃ、マルセルの屋敷ごとぶっ飛ばしてやるよ。車で体当たりするつもりか。面白い。ルパン一家の壮絶な死に様を見せてやろうじゃねえか。次元、武士道とは死ぬことと見つけたり。ご、ごえもん。バカだぜ、お前たちは。バカはお互い様だな。あと10秒だ。あの世でまた会おうぜ。よくできてやんな。ルパン、これお礼よ。どうだよ、おい、人質交換の立ち会い人に俺がなろうじゃん。敵も味方もあるんかい。世界は一つ、人類は皆兄弟、一日一善、ゼリガタロとっつぁんを大切にしましょうってことはね。現在この電話は使われておりません。もう一度番号をお確かめになって。二度とかけるな、バカ。愛し合う二人の別れにはキスがつきもの。はあ、はあ、はあ、はい、そこのジェントルマン、お元気。おお、お元気、お元気、もうお元気。やめろ、ルパ。バッキンガム、俺たちは金払って遊んでんだぞ。まあなんだね、こういう仕事も。泥棒の原点に戻ったようでいい気持ちだよな。あら、そうでもなさそうだわよね。ねえ。いいじゃねえか、恋のため命を捨てる。昔から色男の定めよ、藤子。受定。ルパン、謝るな。おいおい、バカなまだよせ、ルパン。他にも女はいるんだ。知らせてくれ、俺には藤子がいない。ちょろいもんだぜ、こんな鍵つけて安心してるなんて。俺には変装術しかねえと思ってんのがねえなって。こちら芋虫大隊長ルパン三世、合体に移ります。スイーじゃん。カルタゴの英雄ハンニバルがピレネー越えした時、軍資金をどっかに埋めたってのは、これやっぱり本当だったんだよ。その警官たちには無理ないようだぜ。この車に追いつけると思ってんの？見てろ、俺のドライビングテクニックを。心清き二層を助け、この教会を立て直す者はいずこにおるや。いざ立て、我ら神の御言葉に従わ。シスター、あなたのお名前は？ジョアンナと申します。あなたは？俺はただの大工のせがれですよ。
翼中尾。ああ、精密機械でいっぱいだぜ。ルパン、あれはなんだ？原爆のプラントだよ。どうしてきだ、おい。蹴りをつける、もう危なかねえんだ。本物のとっつぁんは今頃成田に着いたところさ。おーっと、のんびりしていられねえや。操縦できるかい？はい。じゃあ後始末に行こうか。はい。仮想行列は幕にしようぜ、黒幕さん。ルパン、ルパン、貴様は死んだんだぞ。らしいな。で、俺も参ってんのよ。次元、なんだ。俺にもくれ。はいよ。いくら、ルパン。俺は夢盗まれたからな、取り返しに行かねえ。夢ってのは女のことか。実際クラシックだよ、お前ってやつは。まあもう感謝しな、よっと死ねたんだ。平和だね。これで役者が揃ったってわけだ。バカ野郎、そんなに慌てて食うなよ。胃が受け付けねえぞ。ウィー、12時間前からジェット機だってんだ、おら。怖いか。上等。いぜ。私も連れてって。どんな風に変わってきたか楽しみね。さすがね、ルパン。でも私じゃないわ。さすがね、ルパン。でも私じゃないわ。どこ入れたりなんかしないわ、ルパン。考え直してくれた？謎はもう解けたんでしょ？だったら私にフィルムちょうだい。ワルサー P38。 素晴らしいフィルムね。ぶっ飛ばす。おいおい、よよしなよ、おもちゃじゃねえんだぜそんなことより早く仕事の内容を聞かせてほしいわ。お、じゃあ俺と組んでくれるんだな。仕事次第よ。
藤子ちゃんか。埋蔵金のことね。そうだ、すぐ来てくれ。慌てないで。いらっしゃいませ。なんて失礼なんでしょう。ナイルの瞳、ご自分でお付けになりますか。持ってきてちょうだい。先手必勝、悪く思わないでね、ルパン。あとは自動操縦でのんびり。失礼ね、前を横切るなんて。ごめんなさいね。気まぐれかしら。無駄よ、あなたには私は撃てないわよ。じゃあ藤子は俺を撃てるってのか。試してみる。ああ、試してみたいね。女心をむやみに試したりするもんじゃないわ。ルパン、今度会うときは私また一段と美しくなってるわ。だからあんまり悲観しないでね。だからルパンって大好きよ。私の信じるものは神様とダイヤモンドと黄金のベッドよ。ご苦労さ、バイオコンディオサミンゴ。どう思う？私は今ダイヤモンドで作ったドレスを着てるのよ。そんなものは信じられない？ま、失礼しちゃうわ。特別サービスといたしまして、ストリップを。会社に向かって出発進行。ねえ、お願いルパン、取り返して。そしたら今度はあなたのモデルになってあげる。ねえルパン。お魚になったわたくし。この国では不法影響の罪はとっても重いのよ。何を言うか、警察に国境はないんだ。悪いんだけど。ねえ、ルパン。あら、ルパン大変よ。同じトレーラーがいっぱい。ルパン、お待たせ。なーに、慣れてるよ。どこに隠しやがって。
証拠として申し分ないわ。あんまり芸術的じゃないけど。教えて、あなたは誰？私のためにこんな素敵なお屋敷を用意してくれるなんて、よほどのお金持ちなのね。藤子、お前だけでいい。永遠を生きるのは。ルパンと一緒でなきゃごめんだわ。藤子。そりゃ永遠の若さは欲しいわ。でも私、長生きしてヨボヨボになったルパンを見たくないもの。お前やっぱり俺のこと愛してたんだな。うん、分かってくれた。よーく分かっちゃった。まともにキスができたらね。もちろん喜んで。おーっと、二人とも私の目の前で不死だらな真似は許さんぞ。絶対に、ほら、絶対にいかんぞ。いかん、いかんよせ、なんたつのは。ルパン、探してんの花嫁さんの居所でしょ。あら、知ってたの？教えてあげてもいいけど、私の仕事の邪魔しない？しないしない、したこともない。どうだか。皆さん、お待ちどうさまでした。放送再開します。今や式場は大混乱です。ルパン逃げました。伯爵激怒して追っていきます。あ、警官隊の突入です。ルパンは祭壇の下だ。一線突破、かかれ。銭形隊、祭壇に向かって猛進しています。あ、衛士隊です。戦闘はグスタフ衛士長、実に激しい戦いです。祭壇の下に一体何があるのでしょう。あ、階段です。地下へ通ずる穴があります。あの穴にルパンがいるのでしょうか。カメラもそこへ行ってみましょう。どんな風に変わってきたか楽しみね。ルパンは俺が引き受けた。おい、よせよ、危ないぞ。問答無用。いたな、ルパン。今日こそ勝負だ。行くぞ。確かに手応えはあった。だが、あれはルパンじゃねえ。ルパンは俺が引き受けた。おい、よせ、危ない。問答無用。いたな、ルパン。今日こそ勝負だ。行くぞ。確かに手応えはあった。だがあれはルパンじゃねえ。まあ、マジなって、ゴエモン。俺はだな、お前ってやつがなんとなく気に入っちまったんだ。言うな。投資の世界に真の王者は二人はいらぬ。それがし、女は切らん。行け。そう、ありがとう。でも私をこのまま返したら後で面倒なことになるかもしれないわよ。いいのね、ゴエモンさん。帰れ。降ろさせてもらう。おい、おい、
俺は仕事に女が加わるのはごめんだ。まさに作詞作に溺れるというやつだな。いざとなりゃこれくらいの変装はするよ。しっかりせえルパン、みっともないぞ。おかしい、峰不二子は昨日日本へ立ったはずだ。俺の注文した味噌とたくあんを買いんな。懇意にしていた写楽三世が死んだんだ。今は一人にしておいた方がいい。またつまらぬものを切ってしまった。いって。はい、あんして。この女の治療には麻酔はないぞ。奥歯に一本目芝があったはずだ。なぜ拙者がこのようなことをせねばならんの。拙者悪い夢を見ていたようだ。俺も。いや、虎穴にいらずんば孤児を得ずのことわざもある。武士道とは死ぬことと見つけた。はい、変わらずロマンチストだな、アッタホ。そんな精神と早くおさらばしないと激動の80年代乗り切れないよ。世の中何が起こるかわからぬもの。ルパン、安心せい。たとえ朝が来てこの抜け穴が見つかっても、拙者命に代えて守ってみせる。ならば拙者がこれを切ったとすれば。藤子はとっくに動いてるぜ。小僧と言ったな。それで十分に理由が立った。抜け。拙者が一刀のもと切り捨てればよい。たやすいこと。拙者助太刀いたす。木拾いのような真似は拙者もうごめんだ。あ、やめろよ。この方がコクが出るんだよ。おいっとって嫌いなんだ。おい、ちょっと肉にか、それ俺んじゃない。かき回すなんだから。ネギ食え、ネギ。日本人だろうが。つかんだ。ああ。
キャー！できた！それにしてもルパンめ、女に手もなく騙されるとは情けない。何がおかしい？いや、なんだかんだと言いながらもルパンが心配か。腐れ縁は切れそうもねえようだな。バカを言え。ルパンを他人に殺させたくはない。それだけだ。バカ野郎、生倉剣ぐれ直せば済むこったろうが。折れたのは剣のせいではない、私の腕の未熟さゆえだ。それが奴の宿命。毒を持って毒を制すか。次元様だと。可憐だ。今宵の斬鉄剣は一味違うぞ。これでカリオストロも終わりだ。キリ、無益な殺生はせぬ。どんな風に変わってきたか。楽しみね。76に銀か。置いたぞ。おい、逆探ちゃんまだか。もうすぐです。じゃあ行くぞ。43に金だ。どうだルパン、大手だぞ。もう何か目案でも。ま、見てなされ。大手だぜ。逆探知はまだなのか。あ、ただいますぐに。どうしたねルパン君、大手だぜ。おい、じゃあまあ俺の方も大手と行くか。おいおい待て、俺が先に大手を打ったんだぞ。ルパン、観念しろ。屋敷はもはや完全に包囲したぞ。かかれ。今日こそ捕まえてみせる。殺しはせん、麻酔弾さ。後でゆっくり仕留めてやる。無理するなよルパン、もう虚勢を張ってもしょうがない。しかしあの時のお前さんの哀れな姿は見物だったで。踊る、私と。ご冗談でしょう、私は西洋踊りなんだ。ヒーフーヒーフーヒーフーヒーダンスというもの、なかなか良きものですな。ヒーフーヒー逮捕、逃がす、逮捕、逃がす、逮捕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 、来るなら来い。クソ、もう頼まん。これは降りるぞ。ルパンめ、今行くぞ。いや、いかん、いかん、こんなおぞれはいかん。今日が最終日だってのに。いや、それが。しかし、ルパン一味がこのイタリアに潜入したという情報を得ました。
その途端にこの事件間違いありません。ルパンたちの仕組んだことです。そうな。このモンキーズラの悪党め、ルパン様も逮捕だ。ローラと呼んで。ゼニガタさん。ローラ。待て、ガスパー、ここは俺に任せろ。そうこなくっちゃら、あんたが日本のコジャックって呼ばれてる警部は。いやー、日本のアイアンサイドだったよな。ガスパー、いくら相手がルパンでもこれはやりすぎだ。俺も警察の人間だ。これ以上の攻撃をするとお前を逮捕しなきゃならねえんだぞ。こら、わかったよ、銭形の旦那。この大包囲作戦のために国連に要請を願い、全世界1000万の警察官を総動員したんだ。なるほど、確かに大包囲作戦だわ。名付けてルパン逮捕頂上大作戦。もちろんただの人海戦術じゃねえぞ。今日は貴様らの人命を尊重するという一切のヒューマニズムを捨てて、わしは鬼になることにする。私はゼニガタよ。ゼニガタ警部。よるない。なんで、なんでなのよ。待ってろ、ルパン。今度のボーナスお前たちの墓石を買ってやるからの。世界は一家、人類は皆警察なのだ。残念だがな、ルパン、この金庫に金はない。トイレの夢は見ませんように。俺はな、もう鬼ごっこりはうんざりした。今回でケリにしようぜ。かかれー。あ、やめて、エッチ。何を隠してるかわからんからな。徹底的に向け。武士の情けだ、戻してやれ。あんた、小山田真紀だな。お砂糖いらないの。何人死んだかな。昼間の騒ぎで何人死んだ。何人殺したんだ。撃つな。たとえ火器のごとく身をやつそうとも、必ずルパン目の息の根を止めてやるぞ。どこかに必ずいるはずなんだ、ルパン。見上げたしつこさだね。俺はさ、確か死んだはずじゃなかったっけか。バカモン、お前がたとえ100回死のうとそんなことは問題ではない。ルパンという人間がいる限り
私は日夜永遠に追い続ける義務があるんだよ。わかっておる。警察官の血がうずくわ。ここから逃げ出すまで一時休戦にすっか。よがろ。だが盗っ人の手助けはせんぞ。脱出した後には必ずお前を逮捕するからな。上出来だ。ボンジャマー悪手と。ふん、慣れ合いはせん。あれま、俺は降りるぞ。藤子か。何、ルパンが結婚式を襲う、本当か。ルパンが相手なら天下御免で出動できるんでしょ。そうか、その手があった。やつはとんでもないものを盗んでいきました。あなたの心です。どんな風に変わってきたか楽しみね。その酒は飲まねえ方が良さそうだぜ。おめえさんを狙ってる奴は多いぜ。その酒は飲まねえ方が良さそうだぜ。おめえさんを狙ってるやつは多いぜ。いい加減にしろ。いつまで遊んでな気がするんだ。サムライ小屋も勝負勝負。あは寂しがりやめ。バカめ、いつも同じ手で通用すると思ってやる。チッ、左手じゃ全く締まらねえや。ダメっ面は生まれつきだよ。おめえの悪さ、俺の SW、藤子の姉妹座、それにいざとなりゃとっておきのこの敵弾頭があるぜ。あんな町はゴリゴリだぜ。いい子だったな。戻りたかった、一人で戻れ。何をするバカ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 。冗談冗談。こりゃ動くホテル、いやちょいとした町だぜ。さて、そろそろ集まる時間だな。俺、次元、水パイプなんかやめて真面目に聞いてるとだよ。しかし、こいつはなかなかいけるぜ。そろそろやるか。いつでも OK。 なあ、おじさん。なに、俺までおじさんにする気か。次元まで始める気。いや、しかしな、俺は独身貴族の次元で売ってるんだぜ。ワルサー P38 のダブルアクションが素晴らしい。パラペラム弾の弾道も安定している。ワルサー P38 は確かに自動拳銃としては世界一だ。おお、その通りだ。だがルパン、マグナム弾を撃つことができないんだ。
ルパン、ワルサー P38 は1934年に作られた拳銃だ。44コルトパイソンは1968年だ。わかるか？34年の開きがあるんだ。違って当たり前だ。キャサリン、逃げな。嫌よ。死にてえのか？え？ブロードウェイの舞台に立ってりゃ、いつかおめえにだって運が向いてくるさ。俺と付き合うことはねえんだ。うん、私たちは最後まで一緒よ。うん、なんて書いたんだこれは。自動花紙機か。あ、お、いてさて、地球の裏側までルパンを迎えに行くか。拙者世界地理には詳しい。え、ここかな。いや、この辺りである。ど根性とかいうババア、あったら叩きのめしちゃう。なぜこれがブロードウェイ始まって以来の事件なんだっけ。こんなくだらないもの、大の大人が4人がかりで盗むからでしょ。ちょっともうちょっといいんだよ。もっともっともっともよ。もうちょいもうちょい。あそこそこそこ。いやあ、さすが年中クーデター騒ぎを繰り返している送り柄だ。随分原始的な警備体制だな、これは。モスクワはオリンピックだぜ。おお、七輪の祭典か。ゴエモエよ、五輪と言ってくれねえか。五輪とよ、まったく。やれるか、次元。無理だ。と言ったらどうする。お前が言わねえさ。だったら聞くなよ。安心しな、獲物はお前らじゃねえよ。これと金庫とどういう関係があるんだ。裏の山にいる猿そっくりですな。その猿がまたえりえ悪さばっかりしよってからにこの。何？俺は放射能とニンニクは嫌いなんだよ。はじきは本物だな。お前さんもしっかりクラシックだね。たまにはそいつ抜いたらどうよ。バカ言え。昔からのトレードマークを簡単に変えられるかい。拷問の手はいくらでもあるんだぞ。それがオタクの民主主義ってやつか。それなら俺にも考えがあるぞ。なんだ。長いことモンローとハンフリー・ボガードのファンだったが今日限りだい。やつが神様とは言わねえ。しかしな、波の人間にはかないっこねえ化け物なんだぞ。来ねえのか。ああ、いかねえ。いいよ、新人部外やつには向かねえ仕事だ。指輪と同じ紋章だぜ、ルパン。なるほど、水の中ならレーザーもないってわけか。
テレビだわ。Come in, Peter, go!
これクイズができるのね。マニアッククイズっていうからにはレベル高そうだけど、あなた挑戦してみる？そんなに見つめちゃいいよ。だいぶ手こずっとるようじゃの。どうじゃ、一つわしに任せてみんかい。あ、何か目案でも。ま、見てなさい。まずこのロープをあの窓の中へ投げ込む。そろそろ決着をつけるとするか、次元。ああ、いつでもいいぞ。
数々の秘宝に混じってガラクタ同然、それこそ一文の値打ちもないアルセーヌ・ルパンの遺品を会場に並べることにしたのも実はこの目的のためなんです。いわばネズミ捕りの餌としてね。常識ではない、私は論理、そう論理と科学でルパン三世に挑戦する。私の名誉にかけて。ジョド、不始末だな。申し訳ありません。ご婚礼衣装の仮縫いでございましたので、男どもが席を外した折でございました。外国人。はい。二人連れの男が逃亡を手助けしたとのことでございます。見つけ出せ。後始末は任せる。どこまで行くのかな、クラリス。どうした、もう逃げないのか。カリオストロの血もこれで終わりだ。だが私に選ばれたものだけは生き続ける。永遠に美しいもの、優れたものだけが永遠の生を得られるんだ。君は単に不確定性の生んだ私生人すぎない。それより君の仕事を楽にするために戯れに作った君のコピーはどうしたのかね。処刑されたのはあるいはオリジナルの方だったかもしれない。全ては不死のためだ。原子爆弾。回りくどいことはやめましょう。どこまで掴んでいるんです、ルパン君。証拠は上がってる。観念せえ。近寄るな、爆発させるぞ。原爆。何何、これ俺触ると弾けるぞ。わしの可愛い息子たちだ。お前たちなどに渡せるか。では失礼。しかし網に逆さ釣りになったままで一体どうする、この大ボラ吹き身。さて次は。見たまえ、レッドアローの人気は大したものだ。本当。でもルパンが狙ってるわ。なに、要所要所には警官が立っている。アリの入る隙もないさ。5年前、レオンヒル、これだけいや思い出すだろう。ああ、ストーンマンか。そうだ。引っ込んでな、小僧。ん、小僧と言ったな。それで十分に理由が立った。抜け。さあ抜け。今時辻斬りは流行らねえぞ。さあ行こう。ああ。他の大使も日本各地で戦い、この函館で追い詰められ全滅。そしていつも日にかと新選組再起の願いを込めて語り継がれたこの黄金大砲、その最後の夢までも。あなたはバカバカしい時代錯誤の妄想だ。何、
これだけ情報の発達した日本で新選組を再興して何をしようというのだ。北海道を独立国にする。新選組がその核となるのだ。泣くな、戦いは今始まったばかりだ。まんまと私の罠に誘い込まれた貴様がいる。愉快だよルパン君。何おかしい。最初の罠が50億ドル、今度の罠が1兆2000億円。たかが人間一人消すためにそんな大金つぎ込んじゃって、一体何の得があるっての。得などなくても貴様を殺せばいい。たとえ全財産を使い果たそうとな。おお、すごい執念。そう、我が魔王一族がルパン十三世によって滅ぼされたことに対する復讐だよ。あら、何すんだ。かわいそうだが死んでもらうぞ。しかし今は本当に嘉永三年か。久しぶりだな。逃げろ、九条、早く。何をしてる、早くしろ。逃げるんだ、早く後ろへ飛び込め。惚れたか、藤子。もう一度、もう一度お前とチームを組みたかったぜ。おなごなどにうつつを抜かしておるからそうなる。いえ、あの人とは峰藤子ちゃんは単なる私の女友達、まだ指一本触れ合ったことすら。いや、ラジオの真似などするでないわ。分かってくださるわね、あなた。今日は加熱を上げることにするぜルパン。今度は死ぬんだ。やってみろ。お前の探してるこいつまで一緒に入んなっちまうんだ。それでもいいのか。ああ、いいとも。その方が俺にとっては都合がいいんだ。次元。
私もこれを見たかったんだ。Thank you.
なたもやっぱりこういうの興味あるのね。太陽、なんだいそりゃ。この花のためにモルモットにされたかわいそうな女の子がいるわ。わしが生み出してしまった悪夢はわしの手で永久に葬らねばならない。許してくれ、リンダ。リンダ。名前を聞いてなかったな。リーサ。リーサか。いい名前だ。違います、ルパンさんじゃありません。犯人はこの男です。心配ないわよ。優秀な銭形警部のことですもの。ナイルの瞳は必ず取り返してくださるわ。ね、警部さん。本物のナイルの瞳はね。本物は？私の髪の中。おいおい。影銀行です。よろしく。お気に召しまして、その時計は時限爆弾が仕掛けてありますのよ、中に。あら、ガランドじゃないの。30億なんて一体どこにあるの。パパはね、娘の君が知っている通りのパパだよ。パパに八つ当たりするのはパパに会ってからにしようぜ。ルパンはどこへ行ったんです。警戒が厳重なので私を置いて逃げました。アニタね。そうよ、ラチ君。元気そうじゃない。この頃めっきり綺麗になったって人によく言われるのよ。それは残念ね。どうして。あなたはもうじき死ぬんですもの。さあ、それはどうかしら。ルールは覚えてる。ええ、背中を打たない。場所で待ってる。成功したらルパン、この私をあげるわ。なんだ。頼むわよ。
主銭形。あなたがエマニュエル・ポワロ様で、実は私は金がね、おじい様にあたるポワロ名探偵を密かに尊敬しておりまして、そのねえ、あ、お願い。冗談だよ、ちょっと真似しただけだよ。へえ、これはミスター X より手ごわいぜ。物理学の教授はこんな時どうすりゃいいか教えてくんなかったのか。言ってたわ、最後はいつも自分自身の問題だから自分で解決しなさいって。私好きなものが3つあったわ、ビートルズ、パパ、ルパン。ね、大人になるってことは好きなものが消えていくことかしら。残ったものはあなただけよ。くれたのね、次元。もう言ってもいいわね、あなたにも責任はあるのよ、分かって。あなたがバラの花園から消えてから、私は神に愛を求めた。そして今やっと神は私を見つけてくれたわ。あなたにも会えたし、オセロ博士も助かった。さようなら、次元。アンジェリカ、というはしたないこと。その砂漠に雪が降ったらどんなに綺麗かしら。一度でいいからこの目で雪を見て、この手で触ってみたいの。飲みな。女が泣きわめくのは見ていられねえや。騙したのね、次元。やはり私を殺してあの絵を。飲めば少しは痛みが紛れる。いらない、酔っ払って革命なさを迎えたくないもん。お願い、助けてください。先祖代々守り続けてきたものを取られたら、私たち住民は生きてゆけません。これで私を信用してくれた？ええ、したとも。お前はまさしくファミリーの一員だ。このアジトにも自由に出入りしていいよ。ありがとう、じいちゃん。走るぞ。この崖下にボートが置いてある。一緒に行こう、グラディア。私にはまだ任務があるのよ。しかし、奴ら。心配しないで。嘘言ったこと、ごめんなさいね。ルパンも。ごめんなさいね。FBI だっていう正体は見抜けなかったな。さすが。行ってちょうだい、ルパン。またいつか会いましょうね。動くな。どうぞ、私にはいらないものです。これからが本番だ。力になるぜ、マキちゃん。ありがとう。私、すべてが終わったら罪の償いはするつもりです。何やってんだ、ヘリぐらいレーザーで散る。ダメだよ、私にはできない。少しぐらいの犠牲は覚悟したはずだ。今さら何を。人殺しよ、どんな理由をつけても。私、できない。さっき外したの、シグマに研究所を破壊して自爆するように命令したわ。
の人を殺すなら私も死にます。撃て。すり減っててよく読めないな。光と影を結び時つぐる高きヤギの日に向かいし眼に我を治めよ。昔から私の家に伝わってる言葉です。お役に立ちますか。Thank you.
を聞きましょう。Thank you.